まさかこんな日が来るなんて思ってもいませんでした。こんな心休まる日々が来るなんて。そうですね、もうあの頃の私には戻れません。嫌ですね、私ったらいつまでも昔のことばかり。ロシアのお正月ですか？日本とそう違いはありませんよ。仲の良い人たちで集まって朝まで騒ぎます。その後夜明けに雪原に向かって祈るんです。今年も一年幸せに過ごせるようにって。そうですね。でも隊長、私そんなに変わりましたか？ごめんなさいね、あの頃は。でも新米隊長だった大神少尉は命を懸けて私を救ってくれましたね。隊長、本当にありがとうございました。そうですね、そうします。すごい、人がこんなに。みんな楽しそうですね。ごめんなさい、こういう雰囲気に慣れていなくて。ええ、本当そうですね。そろそろ参りましょうか。私ですか？いつまでもこの平和が続きますようにと。もうそんなこと言う必要ないでしょ。ほら行きますよ隊長。怒るのって結構疲れるものですね。隊長、楽しみましょう。せっかくのお休みですものね。それならば射的はどうですか？銃の扱いをお教えしますよ。うまくいきませんね。重心が歪んでいるのかしら。エンフィールドなら簡単なのに。上の方ですか？ダメでした。すみませんが隊長、お手本をお願いいたします。はい、お願いします。お見事、さすがは花組の隊長ですね。ありがとうございます。このパンダ、一生の宝物にします。では私もやってみますね。隊長のおかげでコツが分かりましたから。どうして当たらないの？理論的には間違っていないはずなのに。はい、ですが
の隊長の息が首筋に。それで風向き南南西、微風、重心のずれ、右に2度。そこ隊長、やりました。見ていてくださいましたか。隊長、隊長、しっかりしてください。どうしたのですか。もしかして息を止めていてくださったのですか。そうだったのですか。隊長、ありがとうございました。おかげで集中できました。あの隊長、もしよろしければこれもらっていただけますか。隊長に持っていてもらいたいんです。ご迷惑ですか。これでお揃いになりましたね。パンダ、可愛がってあげてくださいね。約束ですからね。はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。